前回の大あらすじ。額縁の見つめる先にある五線譜を取ってみると、綺麗な黒髪のお姉さんに追い詰められるよ。こういう心臓バクバク系が一番嫌い。そして女神像に指輪を探してくれと頼まれ、下の階を探索してたんだけど、上の階から人が降りてくる足音が、ああホラーすぎる展開に心の準備が追いつかねえよ。キラキラキラン、アベルのハートもドックドク、視聴者の心もドッキドキ、この後の展開がどうなっちゃうのか目が離せない。視聴者もお前も楽しんでるだけなんだよな。待って待って、いきなり人がじゃあ、お願いだから無事にゲームをクリアしたいだけなの。ちょっとちょっとアテネさん、そこは捕まってもらわなきゃ困るんですけど、YouTuber として失格だぞバカ野郎。バカはお前だよバカ野郎。豚の指輪も回収したし女性の像に渡しましょうか。こんな汚い指輪で女性の像は満足なのでしょうか。というか指輪はめたら人間に戻る展開とかある？それはそれでホラー展開だからなしで。きっと大事な人からもらった指輪なんだよね。そんな大切な指輪が手元になかったら不安になっちゃうもんね。俺も今となってはアホ毛がなかったら不安で不安で夜しか寝れない。こいつの存在が俺の人生を大きく変えてくれました。おう、それなら私に感謝しろよな。それじゃ、先に進みましょうか。まさか女性の像に何かが？像さんが真っ二つになって床の掃除してらっしゃる。なんで？どういうことなの？それにこの赤色の液体、血なの？きっと指輪が手元に帰ってきて嬉しくなっちゃったんだ。嬉しくなっちゃってはしゃいでたら真っ二つになったんだな。よくもそんなバカみたいな考察できるな。まあ、先に進みましょうか。今現在4階にいるから、次が5階になりますね。確か5階が最上階だったはず。つまりこの階が終わればゲームクリアってこと？よし、なんだかちょっとだけやる気が出てきたわよ。にしても綺麗な廊下ですな。これだけ日が差し込んでたら怖さ薄れるんでない？ふわえ、窓何もか？たまに見かけてた猫娘が助けてくれた？それにしても急に窓から出てくるなんて急ぎのようだったのかしら。いや明らかに私のこと殺しに来てただろ。ここだけなぜか光が差し込んでないし。この先に行けばダークライのいる謎の場所に行けそう。さあてね、気を引き締めていこうじゃないか。そうだね。やだやだ人形系も怖いイメージしかないからやめて。色の違う人形が3体いて、色の違う台座があるね。単純に考えて並び替えたらいいのだろうねとアベルは名推理を述べる。さすがに単純すぎるけど、それしかなさそうだね。本当にこれだけでよかったのかよ。まあ怖い展開とかなかったから私的にはいいんだけどさ。でも部屋に入る前にこういう作業をしないといけないってことは、覚悟、しろよ。うわ、明らかに雰囲気の違う部屋に来た。ここが最後の部屋になるのね。グッドネッコさーん。いやあ、ここが最上階みたいだよ。温かみのある芝生におしゃれなベンチ。ちょっくらここでティータイムとでも行かないかい？お茶がまずくなりそうだから却下。それで、ここの白い花が地味に気になる。あら、ご機嫌うるわしゅう。俺とそこのベンチでお茶でもしないかい？見境なしにナンパしてんじゃねえよ。てか、植物でも動物でも普通に話しかけてくるわね。魔法で命が吹き込まれてるからね。緑は鳥が食べる。特に命令とかではなく、謎の文章だ。この先はツタが絡まって進めなさそうだし。あ、もしや緑ってのはこれのことなのでは？鳥さんの力を借りることでこの先に進めるとアベルはそうなってくると、鳥がどこにいるか探さないとだね。まずは右の部屋から探索しよう。おっと、先ほどとはまらくすぎる部屋だね。牢獄なのか、不気味だね。饒舌な、花たち、さっきの白い花が関係してるのかな。彼女たちは美しく、そして、おしゃべりである。彼女たちの特徴を、ここに記す。白い花は、この庭の中で一番美しい。雨に当たると、不思議なことに花びらが光る。赤い草は、物知りである。しかし、彼女たちは常に嘘をつくので、会話の際には注意が必要である。黄色い花は、可愛らしいが性格に難がある。この花から取れる粉は、人を殺しも生かしもする高級な薬になる。人を殺しも生かしもするか。つまり死んだり生き返ってを繰り返すってことでオケ？確実に違うだろうな。てか、この牢獄から誰か出てきたりとかさすがにないよね。薬を。ほう、これは黄色い粉が関係してそうだね。やっぱり中に人いるのかよ。まあまあまあ、鍵がかかってるんだし大丈夫だって。ここは話しかけて友好関係を築こうじゃないか。薬、あんた、薬、持ってないか？なるほど。黄色い粉をゲットしてこの人に渡せばいいのね。でも残念ながら今は持ってないよ。
は、潰すか？こいつ今すぐにでも潰すか？アテネの姉を落ち着いてくだせい。それよりアテネ、右に鳥かごみたいなのがありますぜ。お、もしかしてここの鳥を解放するのかな？だけど急に襲ってきたりするかも、だから様子だけ見ておこう。おいおい、そんな様子で大丈夫か？君には地球上の緑を破壊してもらわなければいけないというのに。いつからそんな大規模になってたの？でも、この様子じゃまともに飛べなさそうだね。いやあかんのかーい。ビオラちゃんにアテネのような力があれば。お、お前の頭から潰してやろうか？うわなんだこれ。ああ、これがさっきの本に載ってた赤い草だね。こいつらは確か物知りなんだっけか。特におしゃべりとかができるわけではないのね。それで、上の方にも続いてるのか。あら、ここにも緑が占領しちゃってるね。やはり鳥ちゃんを解放してあげるのが先なのか。いや絶対やばいじゃんここ。ビオラちゃん足踏み外したりしないでよ。押すなよ。絶対の絶対に押すなよ。もうちょっとここ見続けるけど絶対に押すなよ。どんだけ押してほしいんだよお前。でも、ここも特にできることなさそうだね。お、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 黄色いお花さんたちがパーティーしちゃってるじゃないですか、やだ。本当にイライラするってないわ。誰かあの子をペケペケしてくださらないかしら。そうすれば、そうねー。私たちの頭にできる粉を少しばかり分けて差し上げるのに。あらあなた、随分太い腕が生えているのね。おほほ。あの子さえいなきゃ、私たちがここいらで一番美しいのに。それ超わかるんですけど、わかりみふかしってやつなんですけど、キャハ。この花たちが言ってるのは白い花のことなんだろうね。なになに？ちょ、絶対っといやつ入ってますやんこれ。なんで？なんでそんな予想の斜め上のものが入ってるのよ。だがしかし、どこかで必要になってくるのかもね。わお、目の前に広がるのは赤色。頭蓋骨とか全く使い道がわかんねえよ。そんなことより、どうやったら白い花を仕留められるんだろう。白い花はいい子なのに、ごきげんようって言ってくれたのに、俺とティータイムするって言ってくれたのに。いやそんなこと。さすがにそれは初見殺しすぎるでしょー。魔女の家って割と初見殺しが便利。怖いよ怖いよ、阿部ちゃんめっちゃ怖かったよ。なんだよお前、今までそこまでビビってなかったでしょ。だって俺もコメント欄でアベルさんのビビってるとこ可愛いって。女の子が遊びに来た。金色の髪を三つ編みにした、可愛い女の子。これってまさか、嘘でしょ？ここにビアンカが遊びに来たの？金髪で三つ編みってドラクエ5のビアンカだよね？なんで勇者の嫁が魔女の家に訪問してんだよ。これ確実にビオラちゃんのことでしょ。つまり、つい最近書き残したってことだ。面白くなってきたねー。花のペチョ仕方を聞きに来たの？お、赤い草と話せるようになってる。これで話を聞いたらいいんだね。でも、赤い草は嘘つき属性だからね。三つの方法の中には、一つも正しいペチョ仕方はない。だから花をペチョすのはやめなさい。引きちぎる方法と、引き抜く方法のうち、少なくとも一つは正しいペチョ仕方。引き抜く方法も、倒る方法も、どちらも正しいペチョ仕方。なるほどなるほど、方法としては三つある。そしてどちらも言ってるのが引き抜くだから、これは引き抜く方法が正解ね。本当に本当に？赤い草さんの嘘に騙されてない？あんたはわかってないんだ。さっきまで、頭蓋骨なんて置いてなかったよね。ほほう、本を読んで勉強とは関心ですな。君も俺たちと一緒に行こうではないか。うへぇ、頭蓋骨2個もゲットしちゃったよ。マジでこいつの使い道がわからんのだが。とりあえず白い花を引き抜きましょうか。ああ、白い花は悪い子じゃないのに、もう白花さんのご機嫌ようは聞けないのね。なんでなんでなんで？私の選択の何が間違ってたの？まんまと赤い草さんの嘘に騙されたってわけだ。ああ、ごめんね。ゲームの進行上仕方のない行為なの。普段普通に花を引き抜いてる時も、花は悲鳴を上げているのかもね。そんなポエマーみたいなことを語ってみました。確か雨に当たると光り出すって書いてあったよね。聞こえた、あの子の醜い声。聞こえた、聞こえた、聞こえた。あはははは、はっはっはははは。え、ああ、約束のものね。差し上げてよ。黄色い粉は手に入れたけど、なんだか気分は良くないわね。花のくせにケーキや紅茶なんて贅沢しやがって。お腹空いてきやがるぜ、こんちくしょうが。さあ、この無礼な輩に黄色い粉をあげよう。でもさ、もしかしたら死ぬかもしれないんだよね。唾吐かれたしどうでもいいけど。おい、それをよこせ。ふむ、口の利き方を知らないみたいだね。アテネさんやっちゃってくださいよ。自分でやれよ、腰抜けが。ああ、ああ。なんてこった。あれがねえや。あれがねえと。あれがねえと吸えねえじゃねえか。はぁ、あ、
ああやばいですこれ。ちょっとこいつ潰したいから早く動画終わってくれない？あ、はい。